皆さんこんにちは。コスモステレビ日本語放送の時間です。前回は、こちらのメガネを作っていただきましたが、皆さんいかがですか？今回はですね、このメガネ屋さんの社長さんでいらっしゃるチョソンミンさんに続けてインタビューをしてみたいと思います。今回はどんな内容になるでしょうか？皆さん引き続きお楽しみください。あの社長さん、すごい日本語がお上手ですよね。もう日本にいらっしゃったとか、日本語をすごい学ばれたんですか？はい、メガネは僕が、1984年度へ、こう大学でメガネ工学学科を卒業して、それでメガネ師になりました。それで日本語はなぜこんなにお上手なんですか？それでその以来日本に行ってちょっと留学した経験もあり、もっと重要なのは紹介します、はい、この人のおかげさまで日本語も勉強。誰でしょうか？うちの家内を紹介します。奥さん、日本から嫁に来たんです。日本の奥さんなんですね。そうです。嫁に来ても25、6年ぐらいになってますよね。はい、それでもう、韓国語もうまいし、日本語は特級だし。まあそりゃそうですよね、日本人ですからね。そうですね。それでだいぶ、まあ勉強になりました。なるほど。はい、そうです。はい。だからこう、日本語がいっぱいこうね、あちこち。そうですね、はい、すごいなんかここのお店が、結構このミョンドンでもすごく有名なメガネ屋さんだって聞いてたんですけれども、どれぐらい経ってるんですか？じゃあ、この場所では大体20何年ぐらいになりました。じゃあ奥さんと共にもうずっと一緒にちょっとメガネをこちらで始まって、もう今日にまあ至りました。じゃあ日本のお客さんとかも結構多いんですか？そうですね。日本のお客さんたちが韓国の1994、5年ぐらいからこちらに面倒にいたから、あの時からずっと来られて、たくさん来られた方たちはもうメガネ職人に30何回来られた方たちもいらっしゃるし、普通も10何回ずつが平均なので、はい、それで例えばこういう日本のお客様たちは、カルテを別にね、こういうふうに作って、一回来れたら二度三度ちょっと管理をするんです。誕生日ごとに全部こういうふうにあれして管理をしながら、一回来られたら二度三度もう10回20回来れる方たちが多いので、そういう方たちをまあ一応おったりされてますし、みんな仲良く、じゃあすごい細やかなケアをされてるってことですね。もう一回来られたら友達になって、それでもう美味しい食堂やもういろんなところを紹介するところがあったら紹介したり、そういうふうにするんですよ。そういう感じになってますので、すごいフレンドリーなメガネ屋さん、しかも日本語が喋れるっていうところが大きいですね、やっぱりね。そうですね、そういう面では、みんな来れたら、僕も日本からどういうお客さんたちが来られるかなと思いながら、待ってながら楽しく、仕事もするし、してます。なるほど。はい、じゃあ結構長い間こうやってお店を構えてやってらっしゃると、もう本当にさまざまなお客さん来られると思うんですけど、なんか記憶に残った方とか、なんか有名な方とか来たりとかしたことあったりするんですか？はい、もう結構なね方たちがもう、まあいろんな方たち、特に中では一応まあ日本からは、まあ日本の韓国に住んでる日本の方たちが約ソウルで結構何千人住んでると思いますが、そうですよね、うちをまあだいぶみんな愛用してくださるし、さらに韓国のいろんな日本の企業の方たちも来られるし、あと大使館や駐在の方とか、そうですね、駐在の方たちとか、あと講師さんとか日本の大使館の大使さんたちも来られて、大使関係も、それで僕ももう大繁盛、そういう方たちも来られるし、あともう他の国の、各国の、もう国務総理とか、あとは大統領の夫人たちとか、あといろんなところからさまざまな方たちが来られるんで、僕もすごく楽しく、すごいですね、ミョンドンの
しかも、うん、正直地下にあるから、そうですね、ちょっと探すのをね、はい、知らないと、ね、大変だと思うんですけど、そうですね、結構じゃあこの、この噂になったとか、そうですね、そんな感じですか、そうですね、イプソムってやつですか、イプソム、口コミ、口コミ、そうですね、なるほど、はい、そういう感じなんで、うん、まあ、いろんな方たちがたくさん来ていただきますので、はい、まあ、楽しんでます、僕も個人的には、はい、なるほど、はい、そうですか、じゃあなんかその間このね、二十、はい、何年ってされて、まあ、結構いいこともあっただろうし、まあね、あれだと思うんですけど、はい、大変なこととか、なんか大変なこと、特にというのは大丈夫ですか？まあ大変なことといえば、そうですね、まあ、一応あの管理、うちの場合は韓日日韓のそ う, ね、そういうカップルですから、あの国際が、国際的に、ね、国際状況が、敏感な時があるでしょ、敏感な時が、そうですね、はい、そういう時はうちの家内と一緒に話もするし、そうするんだけど、まずは一応日本の立場を理解しながら、とうちの家内の場合は韓国の立場を理解しながら、お互いに理解してあげる、そういう感じにすれば、まあ、あの普通 の, あの、まあ、社会的な問題や、まあ、政治も乗り越えていけるんじゃないかと思います。そういうふうに、ね、話し合ったりします。はい、素晴らしい。奥さんはどこに行っちゃったんだ、うちの家内は。一応これはソウル、まあ、ベストオブソウル。うん、そうですね。はい、あ、ルルブ、うん、あ、ルルブとマップルね、はい。こちらの本にも一応うちの、まあ、一応メガネが一応紹介されてますので、こういう、やっぱ本当に有名なんですね、こちらね、まあ、と有名といえば恐縮ですが、一応、まあ、いや、だってこれだけ日本語喋れたら、はい、やっぱり日本人としてはね、はい、ここに来やすいですよね、こういうふうに一応本でこういう紹介もしながら、あ、すごい、本当だ、まあ、一応こうだから、ちょっとまあ信頼持ってお客さんたちを大事にしないと、そうですね、いけないですよね、それで一緒に一生懸命努力はしてますが、まあ、奥さんもね、まあ、ほらね、韓国にこうやってお嫁に来られて、こうやって旦那さんサポートしながら、まあ、いいこともあったろうし、まあ、大変な時もあったろうしって思うんですけど、どんな感じでしたか、韓日家庭でこうやってね、そうですね、まあ、韓国と日本のね、この歴史的ないろんな問題とかがあるから、そういう点ではちょっと、まあね、大変なことも、もう当然あると思うんですけど、はい、でもやっぱり韓国の人やっぱ情が深い方も多いし、うちの主人もやっぱ情が厚いので、なので本当にあの日本の人があんまりそういうなんか怖がらないで、あの韓国にたくさん来てくださったら、本当に韓国の人はすごく待ってくださってるので、歓迎してくださってるので、ぜひあの怖がらないで、どんどん遊びに来てくださったら、本当に韓国の人のその温かい情報にね、触れていただいたらいいなと思いますね。なるほど、はい、素晴らしい。なんかね、あのなんかブログにはね、すごく夫婦仲がよろしいとね、まあ、そういった雰囲気がまたね、このメガネ屋さんの雰囲気をよくされてるのかななんて思ってみたりしました。はい、ありがとうございます。はい、あの、まあね、もう時間取らせて申し訳ないんですけど、最後になんか視聴者の皆さんに何かお伝えしたいことがあったら、まあ、はい、まあ、宣伝でも何でもやってください。はいはい、さあ、あの今もういろんなことがありますけれども。もう社会的な問題、政治的な問題があったとしても、あのぜひ怖がらないで、韓国はお客さんは大事にする、そういう風習もありますし、何のこともないし問題ないので、たくさん来ていただいて、おいしいものも食べたり、あといろんな楽しめるところがいっぱいありますので、ぜひぜひ皆さんたくさん来てください。あの、歓迎しますよ。まあ、お待ちしてます、はい、あの今日 YouTube の、あの撮影なんですけど、はい、まあまあ、この YouTube を見てくださった方に、もしかして何かサービスとかありますか？じゃあもしかしてあったら嬉しいな。この YouTube を見て、はい、うちにメガネ来てくださった方には、皆さん 30% 割引、30%、 30%、 30%ってすごくないですか？
素晴らしい、ね、ありがとうございます。皆さん YouTube 見てたくさん来てください。たくさん来てください。ありがとうございます。皆さんいかがでしたか。今回の放送、大大出血サービスのお知らせがありましたよね。コスモステレビ、この日本語放送を来ましたという方に限りですね、こちらの社長さんがメガネを購入する際に 30% 割引の大大出血サービスをしてくださるということになりましたので、皆さんよくよく覚えておいてください。でこちらにですね、あの電話番号も出てますよね、今出てますよね。あの道とかよくわかんないときはですね、こちらにお問い合わせください。はい、それではですね、コスモステレビ第今回は12回です。はい、12回放送は、ここまでです。また来週も皆様のお役に立てる内容を準備していきたいと思います。よろしくお願いします。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。